今日は並木坂で味わいの時、さて僕が大好きな韓国料理で昼間から一杯、韓国食堂18番。どういうお客さんが多い？高校生のからもう上までですね。結構おじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃいます。最初から韓国料理で。おばあちゃんが昔韓国焼肉を、その味を受け継いで、銀のハイボールで乾杯。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 お好み焼きのようでお好み焼きではないチヂミ、これが焼酎に合うんですよ。チヂミ用のタレですね。あとですね、イカとエビと。そんな入ってる、はい、そうですね。あ、美味しい。この厚さがいいですよね。なんともこの飯田粉が入ったチュクミサムギョプサル、なんとも食欲をそそる色合いですね。ばあちゃんのタレをもとに。ばあちゃんの味だね。そうですね。産地かエゴマ取っていただいて、大根の酢漬けと一緒に乗せて召し上がりください。お、あ、美味しいな。辛いと思ったら見事な甘さがあって、はい、これ飯田粉が入ってるっていうだけで贅沢になってるような気がするぐらい、はい、食感とかも。本場の味のチヂミにチュクミサムギョプサル、並木坂で韓国を旅した気分を味わえました。またこれからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。コンベ。コンベ。